マシュー・ジョゼフ・マット・カラシティは、アメリカ合衆国コネチカット州ハートフォード郡、ニューブリテン出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のボストン・レトソックス参加所属、コネチカット州のベルリン高等学校を卒業、高校生の時は目立つ投手であった。高校卒業後、ニューヨーク州のセント・ジョーンズ大学に特待生として、進学する。 2012年のビッグイーストカンファレンスのトーナメントで USF を7から3で下し優勝することに貢献した。カラシティは4試合のうち2勝を挙げ最優秀選手に選ばれた。2012年6月5日 MLB ドラフト6巡目でコロラドロッキーズから指名された。2016年8月12日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。 二回を休援したがチームは敗れた。12月15日にカラシティは翌2017年のスプリングトレーニングへの招待を含めロッキーズとマイナー契約を更新した。2017年6月26日にザック・ロスカップとのトレードでシカゴカブスへ移籍した。11月6日に契約を更新したが12月1日に日本でプレーするために放出された。 2017年12月5日に日本プロ野球の東京ヤクルトスワローズと契約を結んだ。2018年はオープン戦シーズンに入ってからも不安定な投球が続き、2試合連続でセーブを失敗したことから抑えの座を石山康七に譲ることになり、敗戦処理での調整が続いた。それでも失点が止まらず一度二軍落ちした。最小確認後は、 ロングリリーフで高騰。その中のオリックスバファローズ戦で打ち込まれた原ジュリの後を受けて登板守5イニングを投げて一安打無支球の高騰を見せ、翌週から先発に転向。最初の登板こそ5回4失点の内容であったが、それ以後は不安定な投手の多かったヤクルトの先発の中では、そこそこの安定感を見せ、先発ローテーションの一角に加わった。 打撃もよく26打数7安打1本塁打5打点を記録した。2019年1月3日にマイナー契約でカブスに復帰し、参加の、AA、a a アイオワカブスで開幕から16試合の登板で防御率2.67の投球を続けた。6月7日に自らの希望で自由契約となった。2019年6月7日にシアトルマリナーズと マイナー契約を結び、参加のトリプル a 級タコマレーニアーズへ配属された。6月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月8日にマイナー契約となった。オフの11月4日に FA となった。2020年1月6日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 スプリングトレーニング中の3月8日、右肘のトミー・ジョン手術を受けることが発表された。2021年1月27日、ボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだ。長身から繰り出す最速時速 159km を計測したストレートとスプリットが武器。その他にもカットボール、チェンジアップを投げる。森永聖火の歌詞であるハイチューが好物であり、 ヤクルト入団後は、自身のスプリットに、ハイチュースプリットと命名した。愛称は、シティ。投手記録打撃成績。ありがとうございます。